きっかけバスっていうのは全国の、都道府県の学生と東北っていうのをちゃんと結びつける役割っていうのがきっかけバスなので、全国から学生を東北に連れて集合させて、そこでいろいろ感じたものだったり、被災地の現状っていうのを学んだりとか、防災にっていうものをちゃんと学んだものをちゃんと自分が住んでる地元に返すっていうのが還元していく、伝えていくっていうのがきっかけバスの概略です。お金は今回、社会人の方に出していただいて、今回そのオンライン上でクラウドファンディングサービスっていうものを利用してネット上でお金を集めていました。そこで305人の方から503万円っていう本当に大きいお金を皆さんからいただくことができました。本当に本当に私が全く知らない方にも支援してくださって、本当にまずはものすごいありがとうございますということと、あとはその受け取った気持ち以上の価値だったり、ちゃんと地元への貢献だったり社会的な貢献っていうのを本当にちゃんと還元していきたいなっていう気持ちを今ものすごく思っています。彼らに期待することですね。そうですね、もうこの3泊5日でもう学んだことを、なんかもうまだ全然おそらく彼らは消化しきれてないものもあるし、整理できてないものもおそらく表情というか見ててはすごい感じるんですけど、でもそれを地元に帰ってちゃんと全部本当に一つ一つ全部を地元の学生だったり支援してくださった方々にちゃんと伝えてほしいし生かしてほしいなっていうふうに思ってます。で、最終的にはまた各自分の住んでる県から東北にまたバスを出して、その輪をちゃんとつないでほしいなっていう気持ちが強いです。まだ東北に行ってない方、行ったことない方、まだ、もうすでに行ったことある方でもいいんですけど、本当に今しか感じられない東北、今しか見られない東北だったり、現地の人で今しか聞けない話っていうのをぜひぜひこのきっかけバスで聞きに来てほしい、見てほしいし感じてほしいなって思ってます。ぜひきっかけバスに参加してください。